じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、KOZ こと、コズです。今回は、こちらですね。はい、じゃじゃんと、はい、ルローニケンシンからシシオマコト。いや、以前からね欲しかったシシオマコト、やっとゲットできました。はい、おなじみのね、GEM シリーズ、はい、メガハウスからです。はい、これをね、今回は開封したいと思います。ではね、一応ちょっと外箱を見ていきましょうかね。こういう感じですね。なんかかっこいいね。で、まあ、ここにね、もう名台詞っていうかね、所詮このような弱肉強食、強ければ生き、弱ければ死ぬ、自分の傍らで勝利の味を二の一番に味わわせてやる。ちょっと噛みましたけどね。はい、こういう感じですね。はい、はい、ではね、早速ね開封したいと思います。シャリンガン。はい、ということでね、開封させていただきました。はい、こちらですね。はい、いや、かっこいいわ。めっちゃかっこいいし、しよう。いや、いいね、素晴らしい。いや、すっげえな。出来が半端ないな、このシリーズは。このね、顔も、いや、すっごい似てる、これ。いや、造形すごいな。まあ、一応ね、これ、手パーツがね、こっちが、ノーマルの手パーツになってまして、もう一つがね、こういう炎を、ね、出してる。手パーツ、あ、このね手袋はね、この炎をね抑えるような役割を持ってる手パーあれ手袋ですね。ちょっとね、交換してみましょう。まあ、つうかね、むしろ、私はこっちで飾りたいと思ってるんでね。はい、よいしょっと。はい、やっぱこういう感じでね。いやー、すごいね。で、付属品が、あとは刀ですね。この師匠のね、刀すごいね。もうこの波打ち、すごい。これを、こう持たせると、かっこいいな、めっちゃかっこいい。わお、いや、素晴らしい。はい、で、ね、あとは、台座、これがまたかっこいいね。まあ、今年仕様炎のマークでねされてますけどね。はい、これをね、取り付けたいと思います。塩の決定版だね、このフィギュアは。うん、
まあ、つうかむしろ獅子王これ以外のフィギュアありますかね。ちっちゃいのはねありますよね。食玩かなんかで発売されてましたけどね。このサイズのフィギュアはあなんじゃないですかね、うん、いやーかっこいいなこれ。いやめっちゃかっこいいわ獅子王。このねほんと悪って感じのね、はい、うん、はい、ということでね、今回はね、以上と、させていただきたいと思います。まあねこれで大体もうあれか、ルローニケンシンフィギュアは大体終わったかな、うん、ということでね、まあ次はまたドラゴンボールとかね、そちらの方を紹介したいと思います。なので、チャンネル登録をしてね、お待ちいただければなと思います。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。